また全く別の話ですけれども、クレームを受けたことあります。維新の議員から、お宅の大石さん、私ですか、大石さんちょっとなんとかならんかなって言われたことがあるので、あ、なんともなりませんねって言いました。うちの中でもどうにもならないのでっていう話をして、フォローせ、フォロー、申し訳ないですけど、うちの中でもちょっと取り扱い困っておりますと、なのでちょっと申し訳ないと、ここは我慢していただくしかないですっていうようなやり取りを、したことがあります。